このオペレーションのノウハウが一番の肝でございまして、できるだけ早く社会実装のスピードを上げていきたいというのが基本的な思想なんですね。ダック由来の CO2 とメタネーションを使ってイーメタに転化する。はい、皆さんこんにちは、グリーンタレントハブの井口です。今回はなんとグローバルサーモスタットジャパンのマネージングディレクターでいらっしゃる菊池様にお越しいただきました。菊池さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。菊池です。グローバルサーモスタットジャパンさんは出馬さんからご紹介いただいたんですけれども、出馬さんとはどういったつながりが終わりだったんでしょうか。はい、グローバルサーモスタットジャパン、ちょっと長いんで GTJ って言いますね。 GTJ の設立に向けてグローバルサーモスタット本体と協議を始めたのが2020年ぐらいだったんですけれども、その時に米国側のマネージングディレクターのですね、舘野と出馬さんはシリコンバレー時代に非常にこう親しくされていた、でそれ準備をしてるんだよってお話をですね、舘野の方から出馬さんにお話をされて、で東京で2年半前ぐらいですかね、今後いろいろコラボできたらいいですねというふうなお話をしたのが、私がお会いしたきっかけになります。そうですね、はい、当時出馬さんが東京ガスさんの CVC でいるアカリオさん、はい、アカリオさん、はい、の事業開発をされていて、はい、アカリオさんがグローバルスタットの本社に出資をされた、ね、そうですね、出資そのものは2023年1月、今年です。こんなに最近でしたか。最近です。あ、そうですか、はい、2年越しとか3年越しとかっていう話が、そうです、デリジェンスとか技術評価とか結構やっぱ時間かかるんですよね。特にそのダック、まあ、ダイレクトエアキャプチャーっていうのはいずれの会社もベンチャーですね。技術評価とかどれぐらいのその時間軸で社会実装ができそうかとか、さまざまな観点からですねデューデリジェンスをされて、その期間が時間がかかりましてですね、2022年度にグローバルサーモスタット本体もですねマネジメントチェンジがありました。ファウンダーのお二人が今の CEO にですね、まあ、経営権を引き渡すとか経営を入れ替わるっていう風なですね、スタートアップからグロースに体制チェンジがありましてですね、出資のプロセスそのものも結構こう時間がかかったというのがございました。そしてグローバルサーモスタットさんの米国本社と ICMG さんがジョイントで作られた会社がグローバルサーモスタットジャパン。そういうことです。はい、50%50% で設立いたしまして、グローバルサーモスタット本体はダイレクトエアキャプチャーのさまざまなコアのテクノロジーを開発しております。吸着剤である網の化合物、それから空気清浄機のゴミとかこれを吸着分離するようなデバイスありますよね、はい、それの CO2 のみを選択的にですね吸着させるような、まあ、コンタクターっていうような言い方してるんですけども、その特許を持っておりまして、一番大事なのはどういう機体のダイナミクスで吸い込んで、それをどういうふうにオペレートして一旦吸着した CO2 をどういうふうに脱着させるかというのはですね、このオペレーションのノウハウが一番の肝でございまして、そのテクノロジーのライセンスとコアになっているデバイスおよびケミカルですね、これを今後我々が進めていこうとしているのは、アジアで EPC とか O&M をやってくださるパートナーの皆様と日本でものづくりができるようにして、メンテナンスもできるようにですね、まあ、そういう体制を作っていきたいというようなことで立ち上がりました。いわゆるダイレクトエアキャプチャーの事業の代表格でいらっしゃると思うんですけれども、はい、ダイレクトエアキャプチャーってこうまさに空気中から二酸化炭素を吸収して、それを地下などに埋めて溶け出さないようにするっていうことで、二酸化炭素を減らすっていうことだと思います、うん、でただハードウェアが巨大な掃除機みたいな、その開発の技術を持っていらっしゃる会社でいらっしゃると思います、はい、それを日本で展開する際にメーカーとしての立場というよりは技術を OEM 的な形で、そうですね、まさにおっしゃる通りです、はい、グローバルサーモスタットの立ち位置というのは特徴がありまして、最初のロット、それからパートナーに対して提供するところは、まあ、自分たちも EPC してですね、ダック装置そのものを出荷するというようなことをやってるんですけれども、量産化するとかスケールアップするとかですね、もしくはスケールダウンしてより効率の良いものを作っていく、その辺はですね、あくまで EPC 製造ができるパートナーにお任せしてですね、できるだけ早く社会実装のスピードを上げていきたいというのが基本的な思想なんですね。ダックといってもカーボンエンジニアリングとかクライムワークスさんとかいろいろこう有名な企業ございますけど、狙ってるところそれぞれ違うんだなっていうふうに思ってまして、はい、例えばメディアでよく出てくるのがアイスランドでダック装置を動かして地中深くに隔離するというようなプロジェクトをやっているのがクライムワークスですね。そこでまあクレジットが発生して、例えば最近ですと航空産業が最も活発にクレジットを購入しようとしておりますけれども、そういったところにまあ提供するというふうな、そんなビジネスやってます、ね。
簡単に言うとクライムワークスが狙っているのは DAC という技術を使ってクレジットを生み出す、はい、それがまあクライムワークスのビジネスモデルなのかなというふうに私は解釈していまして、一方で GT の方は技術開発に専門特化しているんですね。なのでクライムワークスがグローバルサンオスタと技術を使いたいという場合には、喜んでクライムワークスにもライセンスする、他社であってもしっかりですね。そのレシピであったりコアになっているケミカルとかコンタクターの技術、これを提供してあくまでものづくりとかはパートナーの皆さんにやっていただくっていうふうなですね。ゴールドラッシュ時代のリーバイスとかツルハシを売る人っていう、あそういう近いです、近いですね。必死にクレジットを稼ぐというよりは、はい、そういった方々の技術的な支援とか、はい、事業開発の支援などをされるはい、ね、ダイレクトエアキャプチャーの黎明期って、はい、今そういった状況じゃないかなと思うんですけれども、はい、どういった時間軸でダイレクトエアキャプチャーあるいは CCS が花が咲いていくというふうにお考えですか？グローバルサーモスタットに限って言えばですね、マネタイズは本格化してくるのはこれからだというふうに思っております。一方であまり日本の大手のメディアでは触れられていないんですけれども、ダックハブ構想という地中に CO2 を隔離する大規模なプロジェクトを今の米国の政権が進めています。そこに実際日本の企業も参画しています。2023年から2025年にはですね、一つのダックハブで年間数千トン単位の CO2 の吸収隔離っていうものをやる、実証のフェーズからして結構でかいんですよ。現在日本で動いているダック装置で一番大きなものは年間数百キロレベルだったと思うんですが、その後はですね、いきなり数十万トンレベルにグロスしてですね、DAC を使ってクレジットを発生させるっていうプロジェクトが実際に商業化していくのは2025年以降、今現在でも結構な高額で取引されてるんですけれども、はい、大きなレベルで社会実装されるのは2025、6年からいきなりこう立ち上がるっていうような感じで米国政権は力を入れて進めてるっていうのは実態ですね。さまざまなレポートを見ていくと、日本も政策的にですね、相当加速をしていく動きを取り始めていて、それがまあ先月立ち上がった東証のカーボンクレジット。CO2 をどれくらい吸収したのかというのって、はい、どうやって測定されるんでしょうか？これから第三者機関が計測する仕組みを開発するっていうのがフェーズだと思うんですけれども、運転している中でどれぐらいの空気を吸い込んで、吸着効率が何パーセントかというようなことで、CO2 をキャプチャーしてリリースした時に効率が良くなってくると 99.何%ぐらいの濃度で製造できるようになるんですけれども、第三者にしっかりこう評価されるような仕組みを装置の中に入れ込んでですね、オーディットされても証明できるような、まあ、そんな体制を作っていく、そんな風に考えております。審査プロセスを経て何トンの CO2 を吸着したかというところを証明する、はい、ということになります、はい、特にあの日本のプライム市場に上場している大手企業さんの場合ですと、開示の努力義務でしたっけ、はい、今年から始まりましたんですよ。それがいずれは開示義務になるでしょうし、例えば米国のアップルとかダイムラークライスラーも努力をしていないサプライヤーと取引しませんよっていうようなことをまあ宣言しておりますけれども、証明がしっかりできるような体制を取るということが求められるようになる。それが得意なパートナーの皆さんと連携していくような、そんなことをイメージしております、はい、グローバルサーモスタットジャパンさんとしては顧客企業に対して独自の本社が持っていらっしゃる技術をまあライセンスアウトされて、その顧客が DAC の装置を作ることをまあご支援されるということ。そうですね、例えば今動いているプロジェクトで言いますと、あるエネルギー会社さん DAC 装置を使って CO2 をそこでまあ取り出すと、一方で再エネを使ってですねグリーンな電力を作り、水を電気分解すると水素が生まれますよね、はい、水素と CO2 を合成するとメタンができるんです、まあ、メタネーションというプロセス、はい、メタネーションのプロセスを使ってガスを生み出すというようなプロジェクトが動きつつあります。こういったのが装置技術を買ってくれるお客様になりますね。もう一方のパートナーとして考えられるのは、カーボンニュートラルの取り組みを推進しないといけないというふうな、そんなフェーズにある企業たくさん出てきておりますよね。そういった企業様に対してエネルギーもマイナスエミッションも含めてですね、カーボンニュートラルをトータルで取り組む際のソリューションとして DAC をうまくこう取り入れてですね、トータルソリューションを提供したいというふうにお考えの企業様も出てきておりまして、まだあまりこう我々プレスリリース積極的にやってないんですけれども、 GTJ 立ち上がったというのことをどこかでお知りになってですね、コンタクトされてきてパートナリングの協議をし始めているケースも出てきています。そうなんですね、はい、DAC の装置を作ると、はい、投資回収っていう目線でいくと、はい、顧客企業はどれくらいで回収できるのか、そもそもできないのか、投資回収っていう考えが当てはまるのかどうかも含めて、はい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 、
はい、投資回収ができるような状態がそんなに遠くない将来生まれるんじゃないかなというふうに見ております。ラップ由来でキャプチャーした CO2 はですね、アメリカで高値で取引されてるんですね。工場から出たばっかりの CO2 ですと1トンあたり数十ドルとか100ドルレベルだったりするんですけれども、ボランタリーなクレジット市場なんかですと二酸化炭素の排出源とかそれから大気にすでに出ているものを吸収することに対して積極的なアクションを起こしていることそのものが自社のまあブランディングにつながったりしますよね。1トンあたり2000ドルで買ってるようなケースとかですね、結構出てきてるんですよ。あとは発行されるクレジットそのものが非常に少ないです。一方で航空それから海運自動車メーカーとかですね、クレジットを求める需要家ですね、すごく増えてきてるんですね。なので需給バランスでいうと圧倒的にその供給が少ないので高値で取引されるボランタリーの市場が増えてきてるんで、日本だと安いんですよね。 J クレジット安いですよね。安いですよね。あのレベルだとなかなかしんどいかなと思うんですけれども、現実日本企業も J クレジットだけでは自分のところの相殺すべきそのオフセットの必要な分量が調達できないので、海外から買ってるケースも結構出てきてるのを聞いてます。将来的にはもうちょっとクレジットの価格そのものも上がっていったりして、ラップでキャプチャーするトンあたりのコストがどんどん実は下がっていってるんですね。これが200ドルから100ドルの間ぐらいになってくるとビジネスとして取引しやすくなるというふうに言われておりまして、で GT 本体も現実的な目標として2025年の後半から26年ぐらいには200ドルを切って100ドル台に行っていくような、まあ、そういうこうロードマップで今動いております。再生可能エネルギーが広がった主なきっかけってフィット制度だったと思うんですね、はい、今アメリカですと IRA で行われている工場が行われていると思います、はい、そこが脱炭素関連のスタートアップがたくさん生まれる、あるいはこう飛躍する要因の一つなのかなと思います、はい、日本でラップを支援する政策こういったのってあるんでしょうか。ラップだけではないですけれども、カーボンニュートラルに資する技術開発とか政府が進めている予算が目処を通じていろいろなプロジェクトにアサインされているというのは、まあ、我々も知っておりますし、 N 庁とか経産省周りのですね、さまざまな委員会の調査資料とか細かく見てるんですけれども、特に、まあ、米国の場合はキャペックスも 100% 支援するとかですね、ダク装置を開発するとか、オペレーションも実はお金かかりますよね、はい、オペックスについても10年とか15年ですねにわたって 100% 支援しますというのはですね、そういう制度が走り始めてるんですね。元では国が後押しする、それから一定期間の運転においても政府がしっかりと支援しますよと、さらにはダックとかで CO2 を捕まえた場合ですね、地中に埋めた時にそれに叱るべきクレジットを付与して、さらにダックの場合ですとプラス180ドル上乗せされるとかですね、かなり手厚い施策をやっているわけですよね。スタートアップの皆さんが突っ込んでいけるような状況が作られていると思うんですけども、日本でもいろいろ政府の中での話し合いとかですね、審議会なんかでの議事録を見てるとやらないといけないよねっていうような議論が明らかに出てきてるんで、近い将来そうなるように政府の皆さんにもよろしくお願いしたいと思います。先ほどパートナーシップの一つとしてエネルギー業界の企業様がいらっしゃるということでしたけども、はい、他にもどういった業界の方々が顧客になり得ると思われますでしょうか。はいはい、カーボンニュートラルに取り組まないといけないという課題に向き合っている業界は全業界だというふうに理解しております。日本の場合ですとゼロカーボン宣言をしている自治体さんもございますよね。実際にネットゼロを実現しようとすると再エネの導入、公用車を EV に変える、それだけで達成できるかっていうとできませんよね。どうしても化石燃料に頼っている部分が必ず残るんですよね。で、ネッチョさんのレポート、産総研のレポート、海外のレポートなんか見ていても再エネとか水素の導入とか全て展開していったとしても残り 10% が残ってしまう。これ何とかしないといけないというのが、森林で自然吸収をする、海とか湖で藻を栽培してそれで自然吸収をする、この能力非常にちっちゃいんですよね。人為的にかつスケーラブルでコントロールできるやり方っていうと工業的な方法、これすなわちバックになりますよね。必然的にカーボンニュートラルを実現しようとするとダストピースはラックを使わないと実現できないので、大事な技術でもありカーボンニュートラルを実現するための最後のピースかなっていうふうな、そんな理解の仕方をしております。あらゆる業種の企業が CO2 削減する必要が出てきているので、はい、ラックを活用してクレジットを作って自社の CO2 排出をゼロにするためのソリューションとしてはワークするんじゃないかと、そうですね、ラックをダイレクトに使う一次顧客としてはエネルギー業界の方々
方が多いんじゃないかなというふうに思ってます。特にガス業界の皆さんは2030年度で供給しているガスの 1% をガス由来の CO2 とメタネーションを使って E メタに転換する、そんな目標を掲げて足並み揃えて進んでいらっしゃいます。2040年50年にはその割合をずっと増やしていく、こういう取り組みをエネルギー業界、特にガス業界の皆さん進めていらっしゃって、データセンターとかですね、こういった事業者の皆さんは電力をグリーンにもしていくんですけど、ちょっとこうノリシロが残っちゃうわけですよね、はい、そこをマイナスエミッションの技術である DAC を使ってネットゼロに持っていく、もっとこう積極的に物事を考えているのは Google とかですね、 Amazon とかはクレジット当然稼げますよね、はい、でクレジットの需要がたくさん出てきてますので、クレジットを売るっていう、そういうビジネスを展開する、こんなことも考えてらっしゃって、一次顧客の皆さんは直接 DAC を使いますし、二次顧客になりうるクレジットの需要家の皆さん、 DAC を使って大規模にクレジットを発行する、先ほども申し上げた米国の DAC ハブのプロジェクトに参画するような、はい、クレジットの発行者からクレジットを買う、まあ、間接的な顧客はあらゆる産業に関わってくるのかな、そんな風に受け止めております。炭素循環させるような、そういうプロジェクトも多分フィットするだろうなと感じています。そういったところとその関係性も見えない資産として大事ですよね。結果としては予測してなかったような AI につながったりとか、メリット大きいですね。